鳥鉄の霊鉄道ファンとは、日本において、鉄道、またはこれに関する事象を対象とする趣味を持っている、人のことである。以下は、鉄道趣味とされる趣味の例である。それぞれの分野に熱中するファンは、括弧内に示すような愛称、俗称で呼ばれることがある。日本の学校鉄道研究部、研究会学校のサークル活動、部活動の一つとして、 鉄道研究部、研究会などが存在する。全国的な学校、サークルの連合組織は日本には運動系以外は少ない。神奈川県には、神奈川県高等学校文化連盟の一組織として、神奈川県高等学校鉄道研究部連盟があり、神奈川県内の高校の鉄道研究部等が加盟している。また、毎年行われる。 神奈川県高等学校総合文化祭において、鉄道研究発表会を実施している。大学生においては、関西学生鉄道研究会連盟が存在している。この種の組織はかつて、日本各地にあった。各サークル自体の人数が非常に少ないために、サークル自体が、廃部になり、連盟も事実上解散している場合がある。 2010年12月には、千葉県にある5大学が加盟する、千葉学生鉄道研究会連合が新たに発足し、2013年には、関東学生鉄道研究会連盟が再起した。鉄道研究部の活動は、各行為なるが、概ね以下のようなものがある。学校レベルでの物資の中には、一般書店の鉄道コーナーで販売されるものもある。武士は、 白黒の単色釣りのものが多いが、一部にカラー釣りのものもある。研究発表活動は、取材の成果や鉄道模型の展示などが基本である。特に長い歴史と多大な活動実績を持つ鉄道研究部の中には、鉄道趣味雑誌から記事執筆の依頼を受けるものもある。一般鉄道サークルある一つの学校の学生、 生徒だけで構成される学校鉄道研究会だけではなく一般に入会希望者を募り活動している鉄道サークルもある代表的なもので鉄道友の会や鉄道資料交換会レールオンなどこれらは貸し切り列車を仕立てた大規模な渾身イベントや鉄道模型の運転会あるいは貴重な歴史的鉄道車両の保存維持管理など個人では 不可能な活動を実現することを活動の目的としていることが多い。鉄道高校鉄道について学ぶ学校がある。東京都には昭和鉄道高等学校、岩倉高等学校など、鉄道関係の学科を持つ高等学校が存在する。高校の授業として鉄道が学べることや、在学中に JR、私鉄駅での実習やアルバイトまでできること。 鉄道関係各社局への就職率が高い等の理由で鉄道ファンの生徒も多い。東京近郊から遠く離れた地方から受験し入学する生徒もいる。ただし、これらの学校に入学できたからといって必ずしも鉄道事業者等へ就職するわけでなく、卒業後に鉄道以外の分野の職業に就いたり、大学、 短期大学、専門学校に進学する者も,も多い。鉄道ファンにとって、時刻表とは、単に時刻を調べるための道具にとどまらず、様々な使用法がなされる。主なものは、以下の通り。旅行の際、大判の時刻表を持っていくのはかさばるからと、携帯版の時刻表を持っていく者も,も増えているが、それでも大型時刻表を持っていく者も,も存在する。その理由として、 複雑な旅行計画を組む鉄道ファンにとって旅行中に万が一ダイヤが乱れた再工程を立て直すためにはどうしても情報量の多い大型時刻表がいること。また列車の中や待ち合わせ時間に暇な際に情報量の多い大型時刻表を見るなどして時間つぶしをすることなどが挙げられる。人によっては大判時刻表の必要な部分だけをちぎったりコピーするものもいる。 大型時刻表の発行元は、交通新聞社と JTB パブリッシングの2社に、現在では集約されたため、好みが大きく分かれる。前者の JR 時刻表は、JR 介護の公式時刻表であり、優等列車が赤色表示なので、分かりやすいこと、入線時刻や発車番線などの情報量が多いこと、後者の JTB 時刻表は、国鉄時代において、 公式時刻表、国鉄監修交通公社の時刻表として長い歴史があり、ページ割も国鉄時代とほとんど同じであること、大都市近辺詳細図のページが会社別医療別で見やすいこと、グッタイムといった読者投稿コラムが載っていることなどをそれぞれ利点として挙げている。気候作家の宮脇俊造は、辞書時刻表2万キロにおいて、 自分の国鉄前線感情を列車に乗るのではなく時刻表に乗ると表している。最近は鉄道貨物協会発行の貨物時刻表が貨物列車を撮影する鉄道ファンの必需品となりつつある。鉄道趣味、特に鉄道写真においてはカメラは欠かすことのできない道具である。 公園から広角まで様々な種類のレンズが必要になるため一眼レフが好んで用いられる。特に一本限りの臨時列車など一発勝負でミスできない撮影のためにプロ並みに複数のカメラを同時に準備する例もある。通勤中などに不意に変わった車両や変わった運用を目撃した時のため小型軽量で 傾向の容易なコンパクトカメラを欠かさず携帯する鉄道ファンもいる。ただしカメラ付き携帯電話やタブレットコンピュータの普及でこれで代用するケースも増えており近年ではスマートフォンのカメラ高性能化もありスマホで本格的な写真撮影を行う人も存在する。その他にキャタツと三脚も使うと便利である場合があり有名な撮影ポイントやプラットフォームの 先端部分では三脚を立てたファンが集い、熾烈な場所取り合戦を展開することもある。ただし、混雑したり幅が狭いプラットフォームにおいて三脚を立てるのは、マナーの悪い行為とされ、持ち込み禁止の駅も存在する。このため、鉄道事業者側でも、駅での三脚、脚立の使用自粛を求める動きが強まっている。 駅でなくても線路沿いの交通量の多い道路などで脚立を使うのは迷惑行為であると同時に危険行為でもある。鉄道写真を趣味とするファンはカメラメーカーの良いお得意様である。そのためカメラメーカーが鉄道ファンを支援することもある。例えば富士写真フィルムはいい旅チャレンジに万キロを公演していた時期もありキャノンは 1977年から雑誌鉄道ファンでのコンテストを共賛している。鉄道趣味誌にカメラメーカーが広告を掲載することは現在でも多い。親子で撮影を楽しむママ鉄年代層は青少年から高齢者まで幅広い。鉄道ファンが父親、母親となった場合に子供がその両親の影響で鉄道ファンになるという例がある。逆に 子供を授かるまで鉄道にそれほど興味を抱かない人が子供と一緒に鉄道趣味を楽しむことで鉄道ファンになることもある。母子で鉄道ファンというママ鉄というジャンルがある。時刻表トリックを多用する西村京太郎は鉄道ファンの興味を引くミスのあった作品が口コミにより売れたため担当の編集者から一作に一箇所はミスを入れて 欲しいと依頼があったという。日本における故障について、日本における鉄道ファンに対する故障は一応ではなく、時代や文脈によって様々に分かれている。以下、故障について、各故障ごとに、その由来、時代変遷を述べる。日本国外の鉄道への興味日本の鉄道ファンは、その対象を、 日本国内の鉄道のみとしている人が多く、日本国外の鉄道を趣味の対象としている人は多くない。その理由としては次のようなものが挙げられる。かつては鉄道雑誌以外に日本国外の鉄道の情報を得る手段がないからと言われることも存在したというが、現在ではインターネットの発達により、 以前に比べ情報量や即時性などの面で劇的に改善されている。それにより情報の少なさという理由は以前に比べ緩和されていると言える。日本の鉄道ファンが日本国外の鉄道に興味を示さない傾向が強いのは鉄道雑誌において日本国外の鉄道を特集に取り上げると売上が落ちる日本国外の記事は いつも人気がないと言われていることからも伺いしれる。日本の鉄道ファンが日本国外の鉄道を趣味の対象とする場合でも、その対象はヨーロッパ、あるいは日本当地の歴史があり、地理的に隣接している台湾や韓国、カラフトなど、極めて少数の国、地域に偏っている傾向がある。さらに、高速鉄道や観光鉄道など、 日本の学生用社会科の教科書やテレビや雑誌などでの注目、露出度が高い鉄道だけを趣味の対象としている場合も少なくない。そのような状況の中、2000年代に入ってからは日本の鉄道の近代化、合理化が進んだことやローカル線の縮小が進んでいることなどの理由で極めて少数ではあるが、現在の日本の鉄道に興味を失い、新たに 日本以外の鉄道に関心を抱く鉄道ファンも存在する。また、かつて日本で運用された車両が国外の鉄道事業者に譲渡されるようになったことや格安航空券の普及で日本国外への旅行にハードルの高さを感じなくなったことにより日本国外の鉄道を撮影、乗車するためのハードルは下がっている。長年鉄道ファンを続けてきたリタイア層が 金銭的な余裕も持ち合わせていることにより、日本の鉄道のみならず国外の鉄道を見分するために旅行するといった現象も起きている。こういった層をターゲットとした旅行商品も用意されるようになり、一般観光旅行より高額にもかかわらず、多くの参加者を集めるという現象も起きるようになった。欧米では、保存鉄道や保存車両の運営、維持に、 ボランティア活動や資金ンパなどを行っている鉄道ファンが存在する。保存鉄道はイギリスやフランスなどで特に盛んである。アメリカでは廃車になった車両を修繕し展示や運転を行うグループが存在する。また国や地域によってファンの活動にも温度差があり、下記の休業三権に含まれる東欧方面では法律によって 鉄道施設の撮影などが制限されている国もある。いわゆる、新興経済国や、旧共産権の国々の中には、国家防衛上の理由により、鉄道趣味への制約が存在する国も多々見られ、それ以外の、発展途上国では、鉄道趣味という概念は愚か定期的に運行される。鉄道自体が存在しない国がいくつも存在する。欧米にも、鉄道をく。 鉄道マニアを意味する言葉が存在する。英語圏では一般的にレールファンが鉄道ファンを指す言葉であるが、マニアを意味するギーク、ナード、アメリカで用いられるフォーマー、イギリスで用いられるトレーンスポッター、アノラック、クランク、グリザー、グライサー、オーストラリアで用いられるガンザルなどスラング的な言葉も存在する。これらの中にはは、 無別的な意味を含む言葉がいくつも存在し、いずれも鉄道に対して過度に熱中し、見境なく暴走、果ては迷惑行為を行い、社会的適応力に欠けてしまっている、鉄道ファンを揶揄する言葉である。2001年9月11日の同時多発テロ事件以降、アメリカでは列車撮影目的の鉄道ファンが警察官からの不審尋問を受ける事例も生じている。 各国での楽しみ方ドイツのマイ人間工場の公開日に集まったファンドイツのマイ人間工場での蒸気機関車の展示列車を撮影する鉄道ファンまたミャンマー国鉄やタイ国鉄インドネシアでは日本の事業者より譲渡された鉄道車両が運用されているためすでに日本国内で引退した車両を乗車撮影する目的でそれらの国へ渡航する日本の 鉄道ファンも存在する。左下の寝台列車を撮影しようと、ホームに殺到する、鉄道ファン鉄道趣味に関する活動の中で、マナーを湧きまえず、迷惑行為を繰り返す者も,もいる。車内や駅構内で無謀な撮影、収録を試みるなどの他の利用者に迷惑となる、行為や、それに伴う、駅員、警備員との対立のほか 鉄道会社の所有物を盗むという犯罪行為すら発生している。これら悪質なファンの行動を原因とする一般の乗客や鉄道沿線の近隣住民とのトラブルも少なくない。また一部の鉄道会社ではこれらの迷惑行為を考慮してファンサービスの企画を縮小、もしくは一切行わない方針とする傾向も見られる。 日本でこのような迷惑行為が増加したのは1970年代の蒸気機関車全廃に伴う SL ブームでファンが著しく広がりそれに続くブルートレインブームで当時の若年層がより流入したことが原因であると考えられているこの時代列車撮影が盛んになるとともに撮影名所での場所取り不法侵入危険な区域への突入 窃盗、破壊行為、列車妨害等々の無法行為や、加熱した鉄道ファンが沿線で夜行列車撮影のために深夜徘徊することが問題になった。鉄道ファンは自動車ファンなどと異なり、趣味対象を直接所有することは極めて難しい。鉄道関係のイベントで解体された車両の備品などを販売している事例はあるが、 車両そのものの譲渡や寄贈を受ける場合には相応の資金力やコネクションが要求される。そうした背景もあってか、保存車両や鉄道敷地内の備品が盗難されることもある。イベント列車などの運転、廃車改装、路線の改良あるいは廃止などで、ファンが集まる際、上記のご得、マナーに欠けるものの迷惑行為により、 鉄道ファンに対する世間の評価を低下させているのが現状である。以下は迷惑行為の例である。野村総合研究所オタク市場予測チームによるオタク市場の研究によると鉄道ファンは約3から5万人、市場規模は40億円と推定されている。趣味の分野によって継ぎ込む金額は異なるが模型、コレクションの分野では 支出額が大きくなると分析されている。2007年には、ドラマ、特急田中3号、アニメ、鉄子の旅、鉄道趣味を取り上げたテレビ番組が放送されるようになり、また、段階の世代の定年退職後に、鉄道ファンとなる人など、市場の拡大を期待しているケースもある。ただし、同研究所の報告では、鉄道趣味は、販売数、 利用者数の減少による商品供給の鈍化、新規利用者が減少により安定、衰退期にある趣味と分析しており、市場規模は今後は縮小、良くて横ばいになると分析している。台湾台湾発の演技ギップ、栄宝安八百九十一年、初代台湾巡部、流明電の人気中に、新潮台湾鉄路のキールン駅から、大稲駅間が開業後、 日本統治時代の路線網拡充を経て、大衆交通手段として定着した。その後、中山高速航路の全通を機に、モータリゼーションの発達とともに、台湾鉄路管理局や台湾東洋鉄道は、廃線が相次いだが、台湾高速鉄道や各都市の早運の開業とともに大鉄も、競争力向上を目指して、次世代車の導入や、観光列車の運行、 日本国鉄の愛国駅と幸福駅から影響を受けたとされる縁起物切符の発売、リバイバル列車の運行など、単に移動手段としての鉄道ではなく、趣味分野を含めて付加価値を意識した事例が増えてきている。記述の通り1987年までは戒厳令により、撮影や出版には制限が多かった。1988年6月9日には、 国立交通大学でサークル広大鉄道研究会が発足。翌年には交通大学鉄研解法として鉄道情報が創刊された。1990年には国立台湾大学でもこういたす分がサークル宇つ大鉄道滑車研修者を設立。1992年には民間書籍としては台湾で初の鉄道趣味書籍。 台湾鉄道電機を観行した。こうした一連の動きにより、民間人若年層における、鉄道趣味が一般化する契機となった。台湾大学と交通大学を中心とした、学生、卒業生たちが1995年に、中華民国鉄道文化協会を発足させ、変革を迎えつつあった台湾鉄道業界で記録、保存、出版を行うことで趣味の枠組みを超えた。 鉄道文化の保存、継承のための活動が社会的意義を帯びることになった。鉄道趣味の勃興期とインターネットの普及時期が重なったことで、鉄道ファン界で重鎮とされる人物の年齢層も現在の日本より若年であり、それらの多くが公式個人サイトや公式ブログを開設している。台湾鉄道網に代表されるファンフォーラム、PTT や コミカなどの大手電子掲示板でも、鉄道専用のスペースがあるなど、人口に比して、オンライン活動は活発であり、近年は SN、SNS、特に Facebook に比重が移行している。鉄道模型も当初は富裕層を中心に、日米欧の輸入製品を足しなむ、高値の花であったが、2003年に創業した、鉄白模型により近年は、国内列車形式の製品化。 量産化が相次いでいる。地理的、歴史的経緯から、国外だけでなく、台湾国内の鉄道分野の中でも、日本の比重は高い。また、ハーリー族に代表される、オタク文化の影響で、鉄道ファンは、通常、鉄字名と呼ばれるが、近年は、ファンのジャンルが、多様化しているため、代表的鉄道研究家の一人で学者の層、アキラ・は、関海鉄道的人士、 という故障を提唱している。日本からのサブカルチャーの消化も早く、高都市少女や台湾鉄道少女に代表される、鉄道擬人化などで、独自の進化を遂げている。また井上武彦の漫画作品スラムダンクの影響で、台東県、南巡る線、大野丸駅付近の大野丸、踏切周辺の光景が、作中に出てくる。 鎌倉高校前駅の1号踏切のものに似ていると話題になり、鉄道ファン以外も来訪する聖地巡礼スポットと化している。一方で、日本における迷惑行為も伝播しており、撮影時の線路内立ち入りや、私有地立ち入りが問題化している。チェコかつて、オーストリア帝国の中のチェコ欧梁、モラバ辺境迫領上下スレスコ欧領であったチェコでは、 19世紀以降、全土に鉄道網が張り巡らされ、20世紀初めには、現在につながる主要路線が、ほぼ開通していた。19世紀にはすでに鉄道趣味が見られ、19世紀後半に活躍した作曲家アントニン・ド・ボルザークも熱心な鉄道ファンであったと言われている。黎明期戦前鉄道を、趣味の対象とする行為の歴史は古く、 鉄道の歴史と共に始まったと言われる。歌人の和歌山牧水のように、鉄道旅行を好みその体験を書き記した作家は少なくなかった。ただし明確な、鉄道趣味人の登場までには少しばかり時間がかかったようだ。詩人、童話作家の宮沢賢治は鉄道に関心を持ち、自作の中に、 多くの鉄道を用いた描写があるが、現代的な意味でのマニアとはいささか異なる。明確に鉄道職業とは異なるレベルで探求するという人物は1902年から1907年にかけて全国の鉄道写真を撮影して回った岩崎て也と渡辺四郎をもって講師とすると言われる。この二人が写真家の大川和馬に依頼して撮影した。 膨大な写真は岩崎渡辺コレクションとして鉄道博物館に所蔵されている。この両名のように広く名前が知られることはなかったものの鉄道に関心を示し個人的に探求を行った人物が他に存在する可能性も指摘されており例えば横浜で酒屋を経営していた田島定治は明治30年代以降に京浜間を走っていた。 上記機関車を詳細に観察して、晩年に、その証言を残したという。鉄道創世期からにおける、鉄道マニアは、経済的に裕福な層が中心となっている。岩崎照也は三菱財閥創始者の岩崎家の一員であり、渡辺志郎は渡辺銀行創立者の一族である。また、大正時代に、すでに機関車や一等車を趣味で乗り比べていた、内田百は、 陸海軍の学校や大学で語学を教える教授だった。当時の一般庶民の生活水準を考えると、鉄道趣味を含めた強的な趣味を行うだけの余裕はなかった。一般庶民の中に鉄道趣味が浸透するのは、さらに時代が下ってからになる。昭和初期には、鉄道、鉄道趣味、カメラと機関車といった、鉄道趣味を専門とした雑誌や、 書籍も発行されるようになった。もっとも、これらは、流通機構に乗って発売されていたわけではなく、発行部数も、読者数も極めて禁止であった。この頃から活躍していた、鉄道趣味人としては、西尾勝三郎、高松義太郎、亀井一夫、元島三郎、宮松金次郎、絹谷栄二らが挙げられる。彼らは、鉄道写真の大家としてもなし、 膨大な写真コレクションの数々は、今でも十分活用されている。しかし、昭和10年代になり、国内が次第に、軍国主義に傾いていくと、鉄道の軍事的側面が重視されるようになり、軍事機密保護上の理由で高所からの撮影が禁止となるなど、鉄道趣味に対する制約が厳しくなっていった。また、戦時体制により用紙の統制が進んだこともあって、 鉄道、鉄道趣味は1937年から1938年に相次いで廃刊に追い込まれた。その後、関東、関西で趣味者の同人会が立ち上げられ、1940年に、関東では、つばめ、関西では、古典、ロコという会員制の同人誌が発行されたが、これらも、翌1941年に習慣となり、以後は、 太平洋戦争の終結まで鉄道趣味活動は事実上不可能となったのである。だが一部の鉄道趣味者は厳しい監視の目をかいくぐり涙ぐましい努力と危険を犯しながら趣味活動を続行していた。公共機関の輸送力は軍事機密であったため駅構内などで鉄道車両に直接カメラを向けたり車両番号をノートに書き留めたりする行為は 完全に禁止となった。もし見つかれば、スパイ容疑による厳しい取り調べが待ち受けていた。当局の許可を得て、ようやく撮影した写真も、検閲により容赦なく葬り去られるなど、鉄道趣味の暗黒時代であったが、周囲の目をごまかすため、数学の教科書の行間に、車両番号を書き留めたというエピソードはよく知られている。また、戦争による影響は、こうした。 趣味活動の面のみにとどまらず、戦前に趣味者が蓄積、収集した写真などの記録や各種資料が空襲により消失したり、終戦直後の外地からの引き上げの際にやむなく放棄されたりして多数失われている。戦後終戦後は国内情勢が混乱していたとはいえ、鉄道撮影に関する制約が少なくなったため、 戦後間もない頃でも多くの鉄道写真が一部の趣味者により撮影されている。また、新中軍が持ち込んだカラーフィルムの一部が日本人向け市場に流れ、鉄道趣味者の手に渡ってカラー写真による鉄道の記録が残されるようになるのもこの頃である。当時のカラーフィルムは高価で、品質や性能も良くなく、感度が低く光線漏れが起こりやすい上に経年により、 退職しやすかったため良質のカラー写真は数が少ないが近年ではコンピュータによる画像補正技術の進歩と普及により劣悪であった当時の写真が貴重な記録として日の目を見るケースも多くなっている1946年頃からは関東、関西を中心に趣味者の同人会が立ち上げられ同人誌が発行されるようになった 1947年には、戦後初の鉄道趣味雑誌として、鉄道模型趣味が創刊されている。これは本来は、鉄道模型の専門誌であるが、実物の鉄道車両に関する記事も掲載されていた。1951年、初めて一般流通機構に載った、鉄道趣味雑誌、鉄道ピクトリアルが創刊された。また、 内田百が1950年から発表したアホ列車シリーズは鉄道気候文学の先駆と言われる。1953年には日本初の全国規模の鉄道愛好団体である鉄道友の会が設立された。また、旧家族で昭和天皇の王女、高宮と結婚した高塚佐と市道が交通博物館の館長になった。 交通博物館が秋葉原に近い簡単にできたことで、鉄道マニアが集結する場所は、秋葉原が拠点となり、他の全くジャンルの違うマニアにも、秋葉原の集結の影響を少なからず与えた。現在でも、鉄道趣味の情報発信基地は、秋葉原と言われることも、少なくない。1960年代、1960年代に、入り、 高度経済成長の中、東海道新幹線の開業や、鉄道車両、設備の更新が急速に進められ、秀逸な車両が、次々と投入される。だがそれは同時に古い車両の淘汰が進められることと、表裏一体であった。またこの時代、道路網の整備とバス路線の拡充により、全国各地の地方施設が廃業に追い込まれていった。このような時代背景の中、 鉄道趣味といえば鉄道車両、列車とそれに伴う、鉄道撮影が主体であった。切符収集などもあったが、少数派であった。鉄道趣味雑誌としては、鉄道ピクトリアルに続き、1961年には、鉄道ファン、1967年には、鉄道ジャーナルが創刊された。これらも、記事の中心は、鉄道車両や列車であった。 1962年からは、鉄道ピクトリアル市場に配線に関する記事も掲載され、配線後趣味の講師ともなった。1970年代1970年、ディスカバー・ジャパンキャンペーンが始まった。1970年代に入ると、蒸気機関車の減少が社会的関心事となり、多くの人々が蒸気機関車の見物や撮影を行うようになった。 いわゆる SL ブームである。これに乗じた形で1972年に新たな鉄道趣味雑誌 SL ダイヤ情報が創刊された。同年には日本の鉄道開業100周年を記念して日本初の蒸気機関車胴体保存施設梅麹蒸気機関車館が京都市の梅麹機関区の線形庫を利用して開設され、 日本の近代型蒸気機関車16形式17両が同館に収められた。1976年に蒸気機関車が全廃されると、客車寝台特急列車を撮影する人々が増えた。いわゆる、ブルートレインブームであった。この SL ブームとブルートレインブームにより、定年霊僧を中心に、鉄道ファンが急増したが、反面、 鉄道ファンの質的低下を問題視する声も出るようになった。もっとも、段階世代が、趣味の中心だった SL ブームと違って、ブルートレインブームは、趣味人の中心が小学生、中学生であったためか、休日や休日前日の深夜の駅での撮影など、風紀上の問題はあったが、マナーの問題はさほど出なかった。 さらに1978年10月のダイヤ改正で国鉄の特急電車にエイリヘッドマークが採用されるとそちらも人気を集め多数の特急が発着する上野駅のホームでは休日となると撮影に訪れたたくさんの少年ファンで賑わうようになった1980年代1978年に宮脇俊蔵が国鉄前線環状を達成し その過程を綴った時刻表2万キロを発表した。さらに国鉄が良い,い旅チャレンジ2万キロメートルキャンペーンを実施したことや宮脇の他に種村直樹の執筆活動もあって鉄道旅行が鉄道趣味の一分野として定着してきた。また当時は国鉄分割民営化という当時としては世界にも類を見ない巨大事業が進められていたことや 川島慶造などの執筆活動の影響により、独自の理論を構築する鉄道ファンも増加した。1990年代鉄道に関する書籍も、様々な視野からのものが発行されるようになったことや、情報技術が普及し、ニフティサーブの鉄道フォーラムや、ネットニュースの FJ、レック、レールなどによって、情報発信、閲覧が容易になったことなどから、次々と、 新しいタイプの趣味が生まれ、鉄道趣味の多様化が進んだ。1995年頃から Windows95 の発売などもあって、個人で鉄道趣味に関するウェブサイトや電子掲示板を開設する愛好者も増加していった。この時代の特徴として、新幹線が鉄道趣味として一躍メジャーになったことが挙げられる。これは、 新規路線の開業が相次いだこと、JR 各社が用途に応じた新型車両や改造車を次々に導入したことにより、車両のバリエーションが一気に豊かになったことが理由である。2000年代以降インターネットのさらなる普及により、1990年代後半以降に見られた趣味者による個人ホームページ、電子掲示板の開設がますます進んだ。また、 画像や音声のデジタル化技術の進歩や動画投稿サイトが台頭してきたこともあって撮影した鉄道画像や録音した鉄道音声の公開、投稿が盛んに行われるようになった。さらには鉄道趣味専門のポータルサイトや電子、掲示板サイトを運営するものも現れた。SNS の普及以降は情報が即時に 鉄道ファン同士で交換、共有できる環境が整い、より早く鉄道情報が入手できるようになった一方、特定の列車の運行やさよなら運転時にファンが大量に集まり、迷惑行為が顕著化するようになったのもこの頃である。また、103系、113系、485系、24系等、鉄道ファンに特に人気のある国鉄型車両の廃車が、 相次いだことにより、これらの国鉄型車両のファンも増えている。鉄道ファン向けの雑誌も多数刊行されている。日本国外でも、鉄道雑誌は発行されている。国によっては、数多くの雑誌が発行されており、また、都市鉄道、路面電車、庭園鉄道など、特定の分野に特化した雑誌が多いことが、日本国外誌の特徴である。ありがとうございます。